難しいな考えよじゃじゃーん、何でしょう、何やろ何買ったかもう覚えてないね。これさ、髪の毛少な一個でこれやで。いい、ちょっとカツナや。え、かぶるタイプのカツナ、かぶるつけるやつじゃなくて、うん、はい、これは、うん、あ、なんかマシな色してる、グレーっぽい。これちょっと次こうと思っていいかな。見えにくいかな。まだ何種類もあるから。めっちゃ買ってるやん。何個もあるわ。これ青、ブラウン、え、青それ、どれが似合うか。いや、うん、なんか同じような緑買ってるやん。え、なんかこっちの方が、いや、多分あかんやつやろ。また緑、なんか黒とさ、あ、静か、これ合いそう、うん、うわ、なんかもっと蛍光色みたいなのとか買ったらよかったな。あ、いいね、いいね、これ。ちょっと、あの、約束のフリーレンズやったっけわかる。めっちゃ顔やん。なあ、怒られんだよ、こんないっぱい買って。何個出てくる？まだ出てきてんねんけど。あ、いいね、いいね。うん、まずどれいく？無難なやつからいく。ああ、そんなら、フォトネは緑やから、緑かぶってみるわ。いや、フリーレンスちょっと最後かな。しかもこれ何段階だ？これやって。あとが無難これいく。これやろ。え、なんかネットついてるの、それ。ネットも別で買いました。うん、巻いてきた意味ネットはちゃくちゃない。ネットかぶらされる。ネットのサムネ、ネット姿やろ。そうやな、ネット姿のサムネ。え、途中でしてきたのにさ、ネットかぶらされるらしい。やみ、自分で開けよ。いや、開けてくれるんだ。お嬢出すな。お嬢出してくれよ。これどうやって被るの？被ったことある？オールバックしながら。オールバックなの？一回多分くくって、あ、くくるん。ちょこう向きか裏側やべえ、あのストッキングかけて後ろから誰か思いっきり引っ張るやん。鏡も用意されへんからさ。これで鏡もやばっ、うっさ釣り目なんな。お前やっぱ引っ張られるから。頭ちっちゃ、うん、ありがとう。左左とか右で言うな。綺麗な。ショートカットや。あ、ほんまや。まさかの。自分頼んだんやろ。ショートカットとロング頼んだんやん。じゃあ、うわー、難しいよ。かなり絶対いける。ちょっとこっちじゃん。え、どれがいいや。頭長。どっちこれ。正解。どうなってる前が。そうやな。うん、違和感全然ない。全然。帽子かぶったらいけるやつやな。姉さん。髪長い時のしずぴょん。なんやこれ。正解それ。前それ。これなんだ、前。合ってるやろ。どうなってるの。長いな。前髪あんねん。で、見本見る、うん、すごいよ、うん、正解は、あ、見本ここやん、携帯やん。おめでとう。だってこれ前髪見みたいの重いかもしれない。やばい、前髪見みたいの重いかも。正解、わからんだ。やばいやばい、隣事故ってる。やめて、な、後ろに引っ張るやめて、おもろ。一回こっちやってね、一回こっちやってみてよ。なんか違和感ないな。可愛い。あ、うん、めっちゃ合ってるやん。めっちゃ似合ってる、何の違和感もない。帽子なってこれあれか、その中のゴムネットどこに行った、ほんとね。返して。
ってる思ってたネット。うわこれでももう見た目からしてどうしようもいかんよな。いやそこシソなんとかなるこれ。これセンター分けやんな。これどうしようもないよな多分。あでもおるおるおる。えかわいい。かわいい。おるやん。おる。でも自分友達のなっちゃんやん。なっちゃんやんこれ。秋葉原とかにおりそう。アイドルアイドル。えかわいいわ。ほらやっぱカラコン入れてきて正解やん。うんうんうん、なあ。何でも似合うな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 。なんかさ、横にカバちゃんみたいな表面気の。横にさ、あれだけさ、お姉さんやな、言うてた。あれどうやってどうやってかぶるか教えて。なんでどうしたちょっと手伝います。どうやってかぶったの。こっからこうやんな。ここに後頭部入れる。まず後頭部。うん、そやろ。まず後頭部。まず後頭部じゃないな。まず前からやな。なんかいいか。涙取りやすい。もう涙出る。前から行き前から行き。って、最悪後ろは見えるから。え、でもこの間までロングやったもんな、ほんとね。え、うま？え、めっちゃ長かったやん、切る前。なんだこれ。知らん。どこが分け目な？こうやねんな。あ、やっぱりめちゃくちゃ大長めだし。全然似合ってない。ロング短い方がやっぱ可愛いな。ロングダメ。あ、でも。おりそう、おりそう、マシ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 になる。さっき一回被ったやつに比べたらマシじゃない。全然おるな、サボサボさの。おる。誰かに似てるわ。ジュ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 。絶対あかんねん。サボサボさって言ってんのに。ヒコロヒーっぽい。うん、ぽいな。こっちなん、前髪。前髪も赤いな。え、これあかんな、ほら、素敵に。なかなか書き上げ出してるよ。アレンジした。アレンジ。生え際ちょっとね、寄ってもらって。生え際分かる。その方がいい。わこれしっくりは来ない。これは何でも合ってんな。合うな、合うな、合うな。次行こうか。次行こうか。これとこれを最後に残そう。あ、色的に。めっちゃおもろいやん、カツラ。最高。クリスマスもめっちゃ見慣れたな。そう、見慣れた。大丈夫、じゃあこれだけでおもろい。よかった。慣れって怖いですね。こう裏返してから被るんじゃない？いや、ちゃうな。ちゃう。絶対じゃん。こうやろ。うん、そっちやと思う。そうよな。まあでも暗い色いいなことね。うせやん。うん。さっきの明るいやつより。おー。新鮮じゃな。今。ね。めっちゃいいよ。お化けみたい。ちょっとお化け入ってない？いやー、暗いの似合わんな。うん、明るい方が可愛かった。ベストはこれやな、静か。可愛かった。なんとかな。これちょっと帽子ない？静かの。あなたそれとかぶってみ。あ、可愛いやな。うん、ニットパブったらニットもな、これあかんな。長いのがまずあかんし。長いのがいい。長いのがいい。使われへんわこれは。まあでも、いいよ。自分のカラーが分かってくるな。オッケー、次ね。もうこれいいやん。なんやったら顔ちっちゃく見えるしな。それいいわ。これでユニバ行く。だってどうせさ、カツラかぶっていっておしゃれしていくやん。ハリドリとか乗る前取らなあかんからこれやで。もや。これかぶっていくつもりやった。もし行くこれで行くとしたらな。これカツラで行くとは。夏訓練で冬やったらいいけどな。どっちにする？静かこっち。何？約束で行く。カツラってどうやってかぶるんやろう。絶対静か派、これ。これやと思う。これやんな。そんなの横でさ、あれねんねん。
足を抜くからやめといて前髪やめて。え、でもなんか前髪短いこれ。いや、後ろに引っ張ってんねん。めっちゃ短いなこれ。めっちゃ短いわ。5センチぐらいしかない。え、なにこれ。あ、ちゃうんや。あ、ちゃうんや。履いてた。履いてただけ。あ、だから前髪短いの似合わんねんなこれ。私あるやつ、うんうん、全然似合ってない。ここがもうまず長く見えんもん。前髪がこの短いことでなあ。なんて何の違和感もないな。ちょっと待って、赤はどの前髪短いんかこれ。前髪かわいい。ちょっと短くしたらあゆっぽい、はい、長さ的に。石原さとみのカツラ買ってきてや。慣れたのに。なあ扱い雑すぎてびしょびしょやねんこれ。あの、カノン姉妹は何やろ。確かに、まあ、リカさん、リカさん、リカさん。うわ、めっちゃ似てる。リカさん、うん、なんか中島リカの一時やねん。どこ行ったニトボ。え、私が何でした。ちょっと待って、今自分やで、おまたのとこになる。人のせいにして。いや、帽子かぶったらやっぱりな、変わるな。おるな、おるっちゃおる、スノボーのところにな。確かに、おる。赤は、画面ではいい感じやけど、実際見るとすごい赤やねんな。え、うわ、あ、暗く見える、うん、いや、腹がくる。お腹空いてきた。ほな、自分が気に入ったカツラかぶって、ほろか、焼き芋食べんの。焼き芋食べ、ねえわ、ねえわ、ネット姿が一番良かった。一番良かった。いいな、可愛いな。ありがとう。でも似合うな。ありがとう。もうこの色にしようかな。素材が、うん、左。左と右でいいなって。そういう風にあのテレビの前の人もさ、芸能人とかに言ってんねやろな、どっち左とか。前髪短いの合うのいいな。あ、そうやな、カツラ大体なパッツンやもんな。ギャルになるのこっちやわ。オレンジの方がいい。そうそう、あ、いいやん、いいやん、白よりは。あ、いいやん、いいやん。私はネットかな。いや、違う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 、分かってんねん、おもろいやつ。おもろいとか言う。あの緑のショートカットで前髪短めのやつ。あれが一番おもろい。似合ってる。似合ってんの。ちょっと待って、下見て下見て。ネット似合ってる。何？ネットの部分下がらない。なんか十円ハゲみたいになってる。やめろよ。そのこのとこ喜んで。手こ出てもうた。手こ出てもうた。手こ出てもうた。あっちゃ V 系だよな。そう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 。まちゃまちゃや。あ、そうね。あ、まちゃまちゃね。これで食べよ。焼き芋。はい。じゃじゃーん。これは安納芋、イオンで売ってた安納芋食べていこう。いただきます。蜜がすごいね。蜜が。せーの、いただきます。え、うん、すごい。甘っ、無事いく、ねっちょねちょな。言い方。うわ、これ滝に紅はるかやったんちゃう。おいしい。大きい方あげるもんね。ほら、蜜の量がちゃうっていうか、ちょっとな。うん、いやでもこれで70円変わるんやったら私全然紅はるかでいいと思う。私はいつも紅はるか。大きさもちっちゃいもん。私は全然変わんな。さつまいもは変わん。来るかもしれん。私はいつも紅はるか。顔の髪の毛です。もういおならせんかって。ふんふんで、したらしたって言うから。あと手し出す、自分のおなら髪の毛草って言い出すよね。多分ユニバでなよう言ってるけど自分やねん、絶対に。それだけは絶対せえへんからね。なんか臭ない言い出すんで並んでたら。いや怪しい。私自分のならそんな臭ってあんまりなんか、いやたまに言ってる。臭、めっちゃ臭
臭いわ、まだ臭いわって言ってるな。これ、うん、わお茶こぶとかそういうので思ってないファンはアレンジ加える。見慣れてくるね。アレンジ加える見慣れてきた。余計頭ならされる。見慣れてきてるよな。もう見慣れちゃおもろかったよな。うん、短いの似合ってるな。はい、あのちゃロングより作業との方が可愛い。危ないよそんなんな。似合ってる言われたら次だから。いやそういうことちゃうねん。緑に染めようか。緑、うん、介護者やけどいける。もうこういう緑ちょっと入れるのは可愛いけどちょっとキープはきついな。無理や。ちょっと緑シャンプー、なんか唾飛ばした。濡れてるけど。似合うといて。おもろいよな。違和感がなさすぎんねん。いやほんまに。左な。左。右違和感ですから。こう見てってさ、え。おもろ。ケースでな。急に後ろ明るくなったのかな。おもろい。え、ちょっとさ。開封したいものがあんねんけど持ってきていい？ありがとう。あ、でも全然私の私物やねんけど。勝手に？勝手に。勝手にもやる。もうええよ。それなんか集まりのやつとかやろ。どうせゲームの。スプラトゥーンのやつとか。どっちやろ？あ、わかった！食べた。いつやろ？あ、あの？床に貼ってしまった。え、それ吐くん飾るよ。いや、吐くな。吐く？吐くんや。そのまま。これ見て。もらって別にこれもせえへんのに。二足買いました。こんなんついてるわ。うんうん、あったもん。うん、開封動画予定なかったけど今日ちょっと撮影で見てたら、あ、かわいい。私紫かな。かわいいね。かわいい。かわいい。かぐなかぐな。くさ。でかいな。めっちゃ静か。あ、こっち。え、マジでかいよ。マジでかいの。え、でもな、サイズ2パターンしかなかったよ。え、そんな靴よう買ったな。そうやね、挑戦。だからこれが20から22。何その幅。これ23から25。あー、まあまあそう。カラーって何。え、こっちじゃない。挑戦できるの。22までしか入れない。あ、でもなんかちっちゃいやつね、めっちゃ。そこ入れたら。あ、そうそう、なんか中敷きな、なんか。可愛いな。可愛い。なんか箱が可愛いよな。これこれなんかな、多分でかいから。やれよってことやな。そう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 。サイズ。私23.5。くれる。いや、履いてみる。多分。くれるじゃん。幅広いから。幅広いからとか。幅広いからこれ。多分いけると思うの。めっちゃ人んちに。あ、いいよいいよ。なんか引く。誰も気づかんかでも。喜びたい。いや、見せ方。え、靴下昨日と一緒？あの3種類あるから、この船を信じちゃう。昨日もしんちゃんやったから。一緒の靴下かな。本当にかわいい、これ。カットは合ってないね。これもかわいいね。でかいわ。あ、でかい。え、10か。何センチって？23。絶対でかいね。履いてみ。中敷き2枚ぐらい入れた。しゃあないがもらおうか。中敷きちょうどか。これ1万1000円ぐらいかな、1足。ちょうどよ。ちょうどよ。明るいて後ろ。急に明るなるな。おでかいやろ。ちゃちゃ、中敷き入れたらいけるわ。モロタル。モロタル。言い方しゃあなし。中敷き入れたらいけます。カツラの交換する。愛用決定で。開封は終わりでピザを用意していかなあかんちゃう、そろそろ。これ、あれピザはまたちゃうズラでいく。ピザズラ？あ、ズラ。ピザズラかぶるな。毛生えるんちゃう。嫌やわ、ズラ。ネットでいいんちゃう、料理するから。ネットで。ネットで行こうか。ネットで。ネットで行こうか、じゃあ。頭ちっちゃ。ありがとう。左。左とか右で言うな。私はいつも紅はるか。
赤ワンか、さつまいも赤ワン来るかもしれない。私はいつも紅はるか。かわいいな、ありがとう。でも似合うな。ありがとう。もうこの色にしたかな、素材が、左左と右でいいよなって。もうこれいいやん。なんやったら顔ちっちゃく見えるしな。これでユニバ行く。